と基本的にこの12秒 3X3 用のショートクロックになってまして、でスタートボタンを押すとカウントになっています。でこれで反則なんで相手ボールになります。で攻めてる時にシュートがリングに当たってもう一度12秒リセットする場合はリセットボタンを長押しすると消えるので、リングに跳ね返ったボールを次の選手がキャッチした時に離すと自動的に12からまたカウントダウンが始まります。これは同様に